51歳の時のハンス・ザックス。ハンス・ザックスは、ドイツのマイスター・ジンガー、詩人、劇作家。職業は、靴屋の親方であった。イエルク・ザックスとその妻、クリスティーナの一人息子として、ニュルンベルクに生まれる。父イエルクは、ザクセン地方のツビッカウからニュルンベルクに移り住んだ、仕立て屋であった。ハンスは7歳で、教会付属のラテン語学校に入り、15歳で靴屋に、 奉公する。その傍ら、リンネル折の親方リーンハルトヌネンベックから、歌の手ほどきを受けた。1512年に、職人の年季が明け、遍歴修行の旅に出る。なお、ザックスの自伝誌、我が修行のすべてには、遍歴中、ミュンヘンで、歌学校の運営に協力し、いくつかの都市で教えたとの記述があることから、歌については、出発前に、 マイスターの称号を持っていたと考えられる。1516年秋に遍歴修行を終えて帰郷するが、旅の途中、ミュンヘンで娘と恋愛関係になり、修行の妨げになることを心配した父親から呼び戻されたこともあった。1519年9月19日に17歳の国君でクロイツアーと結婚し、翌1520年に1月、靴屋の親方として独立する。 当時のドイツでは、宗教改革が始まっており、ザックスは改革の主導者、マルティン・ルターの思想に深く傾倒し、1523年7月8日、ビッテンベルクのウグイスの死を発表して、ルターへの共鳴と新時代の到来を歌い上げた。偶ハンが入りのビッテンベルクのウグイスは、版を重ね、ハンス・ザックスの名は、ドイツ中に知れ渡るようになる。翌1524年、 ザックスは、司教座三次会員と靴屋の対話、聖職者の見せかけの善行と誓願について、強欲など、社会の悪徳に関する対話、福音派キリスト教徒とルター派教徒の対話と一連の作品を発表して、強権批判を続けた。しかし、1527年3月、アンドレアス・オジアンダーとの協調、教皇の奇妙な予言を説くが、 資産次会に咎められ、出版禁止処分を受ける。オジアンダーは熱烈なルター派で、首都局により、聖ゼバルドゥス教会の説教師に招聘されていた。一方で、市は、カトリック勢力である新聖ローマ帝国の成長を持つ立場から、反強行的な文書配布を禁じたボルムス勅令を、形式的に聖をもんじるなど、両面的な政策をとっており、 ザックスの活動は、こうした微妙な舵取りに逆らうものとされたのである。1530年、ニュルンベルク氏を称える歌によって、創作活動を再開。同志には、死当局との和解の意味が込められていた。ザックスが葬られた西洋派教会墓地。なお、ザックスの墓は判明していない。1560年に妻国君で死去。息子二人と、 娘5人はすでに創生していた。この前後、ザックスは自作の集大成を思い立っており、フォリオ版、全集三巻を上司する。翌1561年9月2日、40歳、近く年の離れた家父バルバラ・エンベルスと再婚。バルバラは、旧姓ハルシャーで、全部は、ロウソク作りで六子があった。以後、ザックスは愛を歌った、序上師を多く残した。 1566年から1567年にかけて自伝し、我が修行のすべてを表す。1576年1月19日没、ニュルンベルク市内の西洋羽教会墓地に葬られた。ザックスは、生涯に4374ペのマイスターか約2000のノリと歌、120以上の悲劇、85本の社肉祭劇。 7編の三分対話を残した。作品の主題は、ルターア聖書の一節、古い教会制度への風刺、時事的な出来事の記録、道徳的な教訓を盛り込んだ偶話など、多岐に及んでいる。妻の死にあたって書かれた、我が死せる妻、国君でザックスについての不思議な夢からは、家庭内でのザックスの細やかな愛情も垣間見られる。ザックスの旺盛な創作力は、 プリニウス、プルタルコス、アイソーポス、オビディウス、ボッカチオなど、古典を中心とした豊富な読書体験に支えられていた。これほどの読書家は、当時の職人階級には珍しく、エラスムスの、チグガミライさんの翻訳者、ゼバスティアン・フランクの著作に親しむなど、同時代の動向にも敏感だった。音楽面では、13の新しい、 マイスター戦立の他に16の戦立を生み出した。ニュルンベルクのハンス・ザックス像ザックスら、マイスター・ジンガーが活躍した16世紀のドイツルネサンスは、17から18世紀にニュルンベルクが衰退し、バロックから啓蒙期にかけてのドイツでは、ギリシア・ローマの古典、イタリア文学、フランス演劇への憧れに目が向けられるに至って忘れ去られた。 ザックス復興の引き金になったのは、没後200年にあたる1776年、ゲーテの詩、ハンス・ザックスの詩的生命である。この詩は、バイマルで、クリストフ・マルティン・ビーラントが発行していた、ドイツのメルクール詩の特別記念号に寄せられたものだった。しかし、これで、ザックスの名が広く、国民に知れ渡るにはほど遠く、ザックスの最初のまとまった。 著作集が刊行されたのは、さらに約100年後の1870年である。ロマン主義とナショナリズムの公用を背景に、ニュルンベルクが、民族精神の溶澜の地として、再び注目を集めるようになると、ビルヘルム・バッケンローダーや、ジャンパウル、E.T.A. ホフマンらがニュルンベルクを舞台とした、文芸作品を表すようになった。 ニュルンベルクを民族統合の象徴として押し上げようという動きが加速する中で、ノバーリス、アヒム・フォン・アルニム、ハインリヒ・フォン・クライスとヨーゼフ・フォン・アイヒ・エンドルフラの作家がザックスを魅力的に描いた。こうして、19世紀にはザックスを主人公とする劇作品が20編ほど書かれ、リヒャルト・ワーグナーの楽劇、ニュルンベルクのマイスター・ジンガーに至る。 ワーグナーに先行する作品として、ヨハン・ルート・ビヒ・ダインハルト・シュタインの劇史、ハンス・ザックスがある。この作品は、各国語に翻訳され、ドイツでは40以上の劇場で上演されるなど、大きな反響を呼んだ。1840年には、ダインハルト・シュタインの劇史を、フィリップ・レーガーが脚色、アルベルト・ロルツィング作曲によるオペラ、ハンス・ザックスがライプツヒで上演された。 ありがとうございます。